ここは裏通りにあるカフェ&バーラジオクラブ .jp 私の隠れ家。今日もマスターのノブさんに話を聞いてもらおう。長谷川れなのモノローグ。いらっしゃいませ。こんばんは、ノブさん。こんばんは。いつものお願いします。はい、抹茶ラテですね。そうです、抹茶ラテです。そうだな、最近寒くなって私断捨離したんですよ。したらなんかもう服と靴がなくなっちゃって、着る服がないんですよ。断捨離してなくなっちゃった。そう、捨てちゃった。物を捨てちゃって、なんか物を捨てる抵抗が私はないんですね。結構何でもバンバン捨てれちゃうタイプで、なんかそしたら着る服が秋と服、あ、冬の服が本当になくなって、今絶賛買い物中なんですね、うんうん、そしたらもう今月お金がなくて絶望的なんですけど、でもなんか服とか靴を新しくすると気分も変わるじゃないですか。新しい空気が入るみたいな、うんうん、私はなんかあの感覚が好きっていうのをね、みんなに発信していきたいっていう願望をモブさんに言いたかった。なんか結構物捨てれない人の方が多いじゃないですか、割合的には。断捨離ができない人が多いって相談を私はよく聞くんですね、うんうん、だからなんかそういうできない方、それこそなんか私の先輩があまり物を捨てれなくて貯めちゃうタイプの先輩で、なんか先輩が私にこの服いると思うって聞いてきて、私がいらないですっていう、なんか人の物のいるいらないも判別し始めちゃって、でもなんか先輩的には、まあ、結局は決めるのは先輩ですけど、言ってもらえて楽になったみたいな。だからなんか結局物をそういう風に捨てるのは、捨てるって言い方が良くないのかもしれないですけど、新しくしていくってことは、なんか次の空気が入るって意味でも、こういう職業柄の人はどんどん捨ていった方がいいなって思いましたっていうのを言いたかった。伝わります？うん、伝った？あのね、うん、なかなかね、捨てようと思っても、うん、東京じゃ捨てづらいんだよね。なんで？あのゴミの出すタイミングとかさ。え、でも東京って、ね、うん、ゴミ緩くないですか？緩くないよ。え、緩いですよ。あれに違うわ、そのマンションによって。あ、確かにそうかも。なんか捨てようとね思っても、うん、やっぱり出しづらくてずっと置いちゃったりするんだよね。まあ、確かに住む場所によるのか。なんかそれこそマンションとかって種類別に置く場所とかあるところもあるじゃないですか、うんうん、確かに全部が全部そうじゃないですもんね。じゃあその捨てる業者の人が来る曜日にまでにちゃんと断捨離しておいた方がいいってことですよね、うん、あ、確かにそう言われると難しいかもしれないけど、だからまあね、うん、あの新しいものを買おうと思ったら、うん、なんか一つ捨てていくって感じじゃないとどんどん増えていっちゃうもんね。そうなんですよ、うん、だから私は自分の中で1年着なかったら考えてから捨てるようにしてます。だから今すっごいスッキリしてる、うん、って感じでした。ああ、今話せてスッキリした。ということでマブさん、今日もそろそろ帰りたいと思います。はい、またのご来店をお待ちしております。